皆さんこんにちは。塩田玲子さんはバドミントンをメジャースポーツに押し上げた功労者ですが、選手を引退後の現在は結婚して子供も授かっているそうです。今回は塩田玲子さんの私生活を中心に深掘りしてみたいと思います。塩田玲子さんは1983年9月30日生まれ、福岡県神田町の出身です。塩田玲子さんは小倉久美子さんとのコンビオグシオで大変な人気になりましたが、2012年9月に行われた大会の終了と同時に現役生活にピリオドを打ちました。そして引退直後の9月30日、塩田玲子さんの誕生日にサッカー選手の松島達也さんと結婚を発表しました。結婚当時は柏レイソルに所属していましたが、現在はジェフユナイテッド市原千葉に在籍しています。塩田玲子さんは1歳年上の姉さん女房になりますが、2人が知り合ったきっかけは2011年6月に行われたスピードスケートの大菅さゆりさんの引退パーティーでした。その時の松島達也さんに対する第一印象はあまり良くなかったそうですが、外見と違って真面目で誠実な中身のギャップにやられたそうです。ちょっと派手な人が普通のことをしただけでもギャップから好印象を持たれる例があります。サッカー選手は遊んでいそうな印象を持たれがちですが、松島達也さんはそうではなかったようです。それから2人は交際をスタートさせるなど関係を深め、2012年9月30日に入籍して、翌年1月6日にハワイで挙式しました。同じアスリート同士なだけでなく、絵に描いたような美男美女の組み合わせに世間からも祝福の声が上がりました。知り合ってから約1年ちょっとでゴールインしたぐらいですから、相性もバッチリなのでしょう。塩田玲子さんは結婚3年後の2015年9月28日に第一子となる男の子を出産しています。第一子の妊娠出産まで少し時間がかかったので不妊説も流れていましたが、引退後に仕事がたくさん舞い込んだことが理由かもしれません。また妊娠したことがきっかけとなって育児セラピスト2級の資格を取得するなど、ストイックな性格の持ち主でもあります。気になる長男の名前についてですが、調べてみたものの残念ながら非公開になっていました。その後、塩田玲子さんは仕事や育児に忙しい中でしたが、再び妊娠して2017年8月7日に第二子となる女の子を出産しました。第二子は予定日よりも1週間ほど早く生まれたそうですが、出産後は母子ともに健康で8月11日には退院していました。気になる長女の名前についてですが、こちらも長男と同じく非公開になっていました。子供たちの松島は全国でも珍しい名字なので、下の名前まで公表すると個人情報が特定される可能性があります。塩田玲子さんばかりでなく、旦那の松島達也さんも育児に協力しており、夫婦ともに忙しいながら助け合っている姿が印象的です。両親が有名なアスリートなので子供たちの進む道が気になりますが、まずは親子の時間を大事にしつつ元気に成長してほしいものです。バドミントンから身を引き、スポーツキャスターに転身した塩田玲子さん、サッカー選手の松島達也さんと結婚され、順風満帆にも思える今日この頃ですが、2人の住まいは一体どこなのでしょうか。年収や事務所も気になるところです。またかつては小倉久美子さんとのコンビオグシオで大ブレイクしましたが、ペア解消後は不仲情報もささやかれていましたが、その後の関係はどうなのでしょうか。塩田玲子さんの現在の住まいについて調査しましたが、そのヒントになると思われるのは旦那松島達也さんの動向です。スポーツ選手は所属チームの移籍で引っ越しをすることが多く、結婚当時は柏レイソルに所属していたので、おそらく柏市周辺に住んでいたはずです。松島達也さんは2017年2月1日からベガルタ仙台にレンタル移籍したのですが、その際に塩田玲子さんが仙台について触れていました。松島が今期から仙台に期限付き移籍し、すでに家族で引っ越しも完了しました。地方にはいろいろな名産があるし、宮城は牛タンもそうですけれど、お魚が美味しいので食を楽しみたいですね、と新生活に期待を寄せていたことから、柏市から仙台市に引っ越したことが分かりました。ところが2018年よりジェフユナイテッド市原千葉で再び期限付き移籍することが発表されました。結局1年で千葉県に戻ってくることになりましたが、現在の住所や住まいが気になるところです。
増島達也さんは千葉市出身で、実家からグラウンドがとても近いとコメントしていました。実家からも5分くらいで来られる、生まれ育った町のチームで一度はユニフォームを着てみたいという特別な思いがあったと語っていることから、千葉市内に住んでいる可能性は高いと考えられます。ちなみに増島達也さんは千葉市内にスポットライトというお好み焼き屋を経営しています。この点から見ても塩田玲子さんは増島達也さんと一緒に千葉市内に住んでいる可能性が高いでしょう。2019年11月10日放送のフジテレビで放送されたジャンクスポーツでは、塩田玲子さんが住まいを公開していました。主にリビングとキッチンが映されていて、中でも目を引いたのは校舎です。一番奥に設置された棚にはお酒がきれいに整頓された形で飾られていました。現役を引退した塩田玲子さんはスポーツキャスターとして芸能事務所セントフォースに所属しています。2022年現在も地上波のコメンテーターだけでなく、出身地の福岡県でもレギュラー番組を持っています。スポーツ関係のバラエティ特番やスポーツイベントにも数多く出演しています。さらに日本バドミントン協会の広報部員としても在籍しています。具体的な金額は公表されていませんが、分かる範囲の仕事から予測すると年収は1500万2000万ぐらいと予想されます。塩田玲子さんと小倉久美子さんはおぐしおとして有名ですが、世間では不仲なのではと噂になっています。主な理由としてはペアを解消したこととお互いの結婚式に出席しなかったことの2点が大きいそうです。2008年にペアを解消していますが、これは次のロンドンオリンピックを目指す小倉久美子さんと明確な目標を持てなかった塩田玲子さんとの差が出たようです。ペア解消後に塩田玲子さんは池田慎太郎さんと池塩を組みましたが、小倉久美子さんは公式戦に出ることなく2010年1月12日に引退しました。もう一つの理由であるお互いの結婚式に出席しなかった件について小倉久美子さんがテレビ番組で次のように発言しました。私は外せない仕事が先に入っていてキャンセルできなかった。理由としては少しモヤモヤしますが、出席していなくても祝電を送ったりしているかもしれません。また同じ番組で塩田玲子さんとの仲や関係について注目の発言をしていました。そこまで仲悪くはないですからね。そこまでっていうか、皆さんが思ってる感じじゃないんだけどな。普通に会うし会話もすると述べています。2人はオリンピックのメダルを目指すペアなので、ある意味でビジネスパートナーと言えます。アスリート同士のペアは世間が思っているよりもあっさりしているのかもしれません。塩田玲子さんのインスタグラムに小倉久美子さんが登場していますが、他のアスリートに比べて登場回数は少なめでした。2人はプライベートのつながりは少なく、主にバドミントンを通じてやり取りをする関係なのでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。